磯智也と言います、東京から来ました。ホームページを見た時に朝日町さんはそのリンゴとワインが名産ということで、リンゴを山形県で栽培してるっていうのに魅力を感じきました。とりあえずまず行ってみようかなと。役場の方にも何もアポも取らずいきなり入ってって働きたいんですけどできますかといきなりそういう風に押しかけた次第です。一切農業を今まで土ほとんど触ってこなかった人間だったので、本当に1から10まで優しく教えていただいてるので、やっぱりダメなことはしっかりこの年になって叱っていただけるので、ここで働かせてもらえて私は幸せだなっていうのが正直な気持ちですね。室内でやってた仕事から外に出たので体力ですよね。暑いですし寒いですし、まあもちろんやっぱり甘く考えたとか多いですよね。どんな仕事もやっぱり楽じゃねえなと。本当リンゴが好きでリンゴ畑で働かせてもらいたいって言ってきたので、リンゴを手に取るとテンションは上がりますよね。今はきついですけど楽しんではいます。いや大変ですよ。あ、これでいいだ。大変ですよ。何も知らない人に一から教えるの。美味しいリンゴを作るにはやっぱり技術がいるので、その技術を教えないと。私たちもまだ勉強中なので、なかなかそれはあとは自分で頑張って習って覚えていくしかないんじゃないですかね。これからじゃないですか。だから今年はまあ手伝ってもらって作業内容を覚えてもらって、だから来年は一本預けようかなとは思ってるんですけど、ここは頑張ってやってくれてますよね。しっかりと親方の下で学べる、ここで生きていくために、その生活できるための分くらいは頑張って稼ごうかなと